ちょっとね、でもなんかあれだから、そう、ずっとなんかもしワンちゃん明日は会わないんだけど、明日会えたら私が会いに行けば明日でもあげれるけどっていう感じです。まあ27は確実に会うけどね、自分があのあげ、そう、それによるかもっていう。サムネも決まったよ、もうあと押すだけ押すだけなんだけど、押すだけなら自分で押しなって感じなんだけど、それなやばいよね。だってそれだったら明日もさ別にあげようと思えばね、あれだけど、間違いないよね。やばい、インスタ作業しながら参る。そうだよ、どうしようかな。アンコラもメリークリスマス、もう終わっちゃう、クリスマスが終わっちゃうよ。悲しいよ、どうする。今お友達とクリスマスだし、うん、ありがとう。やばいよね。じゃあちょっといろいろやりながら参る。また来年もあるよ。今日の髪型好き、そう、今日はみたらしにしたの。なんかね、悩んだよ髪型、悩んだけど編みたらしにした。編みたらしにしました。この間初リサとお話し会できてよかった、ありがとう。編みたらしめっちゃ可愛い、そう、編みたらしにした。あ、今日はね、あと涙袋ピンクにしたの。全然見えないからこうやってやろう、ほらピンク、なんかやっぱピンクって可愛いと思った改めてるなんか今日のね、ツイッターに X にあげたやつ2枚目の写真とかめっちゃあれな気がする。なんか目の顔、目が可愛く見えるのはやっぱピンクの涙袋のおかげかもよって思って、やっぱ冬のモコモコピンクはかわいい、かわいい、この髪型かわいい、やったね、めっちゃ好きでした。って今日あったん、インスタのリールかわいい、嬉しい、リール久しぶりに載せたよ、嬉しい、見てくれてありがとう。めっちゃさ、なんか何回もさやってさ、なんか本当にこれでいいかとか、そう、いろいろあれして、やっとね、ちょっと前から考えてたけど、そう、あげれましたね。そう、ドアップだったでしょ、リール何回も再生しちゃって、ありがとう。こもリップ、今夜中の2時っていうリップ、 AM2 時っていうねやつ、これ可愛いです、めっちゃ、ほらリール可愛かった。しかもね、クリスマスの曲にしたかったから、本当に今日しかなくて、あげた、リールよかった、インスタ可愛かったって、ありがとう。
メリクリのね、アリアナグランデさん16枚目のいっぱい話ありがとね、みゆみゆちゃん。そう、なんか2部があれになったから、ちょっと2部ね、今まで来てくださってた方はあれなんだけど、そうだからあれなんだけどね、今度からは1部と3345です。え、もう申し込み始まるんですか？え、マジで？サイン会も？早っ、びっくり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 、早すぎ、え、早すぎない？さすがに。新名ありがとね、釣り。新名ありがとう。新名。新名。メモに入れよう。サイン会当たるかな？サイン会、もうほぼ1週間ある。さん早っ、早すぎる。ありがとう、いかもなえちゃん。つめつめすぎるな、さすがに。それはそれは何とも言えない、つめつめすぎてびっくりですね。とてつもなく、とてつもなくびっくり。てかこう形が変わったのも、私あのさっきあのみんなと同じタイミングで知ったからさ、その2部がお休みになるとかっていうのを知らなくて、だからあ、そうなんだってなった。そうそうそう、サイン会お世話ありがとね、サイン会お話し会もペニョもありがとう。そう、知らなかった。だから4部になることも知らなかったし、あの2部、そう、あの構成初めて、なんか変わったね、変わった。でもちょっと結構あれこんなこと言ってたあれだけど、ちょっとあれかも、2部何してか分かんなくなっちゃうかもしれない。サイン会絶対忘れ、ありがとう。とも飛び飛びのメンバー、まあみんな多いからあれだけど、ヤッホーお話し会水吉ありがとう。そう、ちょっとどうしようと思って、ちょっと不安、あの今まで逆に全部あったから、なんかあの連チャンじゃないのが初めてって、他のメンバーも結構あったこともあるかもなんだけど、そうだからちょっと初めてです、初めてすぎてちょっとわからない、ちょっと戸惑いはあるかもしれないですね。ちょっとネタら終わるよ、寝ないかも。うん、オンラインありがとう、まなかちゃん。写真でも最近あんま撮らないんやな、なんか特別なサンタとかの時は撮るけど、あんまりなんかあのちょっと撮って満足してするかも。そうか、余計どどどどどどうし、よっていう
サイン会行くからありがとう、いっぱいサイン会来てくれるの楽しみにしてて。やばい、インスタ上げてない、ちょっと今やばいやばいやばい、今ね、ちょっとやばい、焦ってる、今ちょっと焦ってます。やばいやばいやばい、小雪ちゃんありがとう。19枚、またくさん、みずきちゃん初なんで、また初めてサイン会申し込むから楽しみにしてる、はやとありがとう。初めて先の予定ね、めっちゃ予定やばい、先の未来が見えてる。でも今回というか来年は誕生日当日はなさそうだね。ちょ、わかんないけどなんかなさそうな予感しない？だから奇跡だったんだ、去年は。去年は奇跡でした。りょうとありがとね。でも緊張してなかったよね、なんかしてないよね、感じたよ。めっちゃありがとう、いつもショールームも見てくれて。わかんない、だからさ、そのそれこそ本当にさっきもしょうこも言ってたけどさ、ワンちゃんその何、でも6月が最後説もある。やばいね、次でもなんか9月とかになりそうな気がする。なんか8月はなさそう、勘で、勘ね、めっちゃそうじゃないかもしれないけど、あーサイン会とかあるかも、お話し会はないかも、わかんないけど、ワンちゃんとか言ってとか言ってとか言ってあるかもだけどね。いやでもね、結構関係ないよ、祝日だっで、なんかイベントとかあるかな。対面行きたい、対面もさある説ない、また応募とかねありそうだけどね。あると信じてる、対面も応募するね、対面入ったら。確かに対面で誕生日は嬉しいけど、ちょっと奇跡だね、それは。それはもう奇跡が起きたらだよよっぽど奇跡。あ、ミジンコだ、ありがとね、ミジンコ。ちょっとメモに入れよう。通所、あ確かに通所、通所いいな、通所やっほー、セロリに聞かせてらしくありがとう、いっぱい。ねえどうしよう、ちょっと間に合わなかったらやばい、今回あんまり、うん、あーやちんありがとう。ニヤジュウちゃんのツアーで今福岡から見てる。ああ福岡、え今日ニヤジュウちゃんって昼と夜2公演だったのかな、2公演かな、どうだったんだろう2公演か。初日福岡ってトリガーのさツアーも初日福岡だった記憶ある。インスタも0時までだよ、0時までだからちょっと頑張る、急げ急げ急げ、とっても急ぐ、とっても急いでるよ。とっても急いでる。明日大阪、めっちゃ忙しいね。
連チャンってこと？え、なんかさ、私たちのなんかツアーの時もあったよね。え、なんかリサって本当にバカだ。え、なんかこの間のお話し会の時に福岡にいるんだみたいな、結構いたんだよ、いろんなファンの方が。福岡にいるんだって言ってて、え、福岡にいるのなんでとか言ったら、ツアーじゃんと思って、超バカなんだが、普通に鈍感すぎんか。そういえばツアーのあれでだったのかっていう、バカだったね普通に。でもほとんど福岡いたよみんな、だから行ってるんだみんなって思いながら、そう普通に行ってるんだって思いながら行ってて、だからツアーに行ってるん、行ってる。タラテン結婚してよろしく。でもなんか気になるな、気になりはするよね、やっぱり気になります、間違いなく。そう、今年じゃない来年の私たちのさツアーはさ、あの福岡ないからさ、あれなんだよね、ショックだよね、福岡ないのがショックですね。でも福岡がないから、え、そう、あると思ったんだけどなかったよ、なかったですね、うん、でもまだわかんないよね、まだあるかもよ、なんか別のライブであるかな、ワンちゃん泣きにしもあらずだから。福岡でも、福岡ってでもありそうな感じあるけどね、なんかやっぱりなんていうの、結構どこにでもあったじゃん今までも、だからありそうな感じも、気にしも嵐だね。マリンメッセとかね、やばい、大きいよね本当に。日付変わったら、あら、バースデーですか？やばいじゃん、ドキ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 、やばすぎる、それはドキドキだよ。待って、ちょっと頑張って急ぎたいんだけど、ね、どうしよう、急げない、助けて、無理。無理無理、カメコもやってみたい。いやー本当にカメコさんみんな上手なの。一切集中して、ごめんなさい、ごめんなさい、だってやばい、助けて、無理無理、無理かも今、頑張ってさ急いでるんだけど、無理だったらどうしよう、やだ。でも無理じゃないよね、無理じゃないかゆリールね、嬉しい、リール見てくれてるの、なんかリールって久しぶりに作ったよ、本当に久しぶりにやった。これはちょっと様子がおかしい、やばいよね、様子がおかしい、様子がおかしいよ、様子がおかしい、頑張ってる、様子がおかしい、私はできる、 YDK やればできる、こういける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 、いけんじゃない、これはちょっと色味を、色味がサンスにモノマネされちゃやばい、ねえ様子がおかしいってはずいんだけど、言ってるんだリサって、そんな風に
でもめっちゃ似てなかった。私言ってるの？でもリサ言ってるんだ。様子がおかしいって。さ、うん、言ってるんだ。ちょっと待って、やりたいことが増えた。え、待ってね、ご本当に申し訳ないけど、ね、やりたいことが増えていい？今からインスタライブで。え、待って、言われてました、言われてました。え、ちょっとさ、え、ごめん、 X を上げていい？ごめんなさい、こんなつもりじゃなかった、ごめんね。ちょっと突然の近めね、激近。ちょっごいごめんね、こんな急にさ、今頃メリークリスマスみたいな文章ってごめんね、なんか。え、ちょっと待って、いや、昨日はその文章書いてないから。え、言っていい？行くよ、行っちゃった。え、ごめん、めっちゃ近かった、より寄りすぎた、ごめんね。よし、行けた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 、できた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 。よし、インスタに行こう。この近さ好き？嬉しい。待って、やばい。やばいやばいやばい。インスタ。え、ほんとごめん、なんか遅すぎなんだよ。ほんとはさ、はなちゃんとかと撮った写真あるんだけど、ちょっと明日とかでもいいかな。前髪いい？嬉しい、前髪。なんか明るさが。ちょっと、やばいやばいやばい。急に焦る、急に。近めのリサ可愛いだって。嬉しい。キアリスあるよ。ちょっとごめん、明日になっちゃうね、ごめんなさい。本当に花ちゃんともある。あー、せっかく花ちゃんとキアラと撮ったのに、なんかあげるのがいっぱいになっちゃってやばいです。4枚とも嬉しい、本当に。なんかさ、今日いつものさカメラで撮ったんだけどさ、なんか顔がなんか今日違うんだけど、なんか前髪か、なんかメイク、なんかね、めっちゃね違うように今日見えた、すごい何度も。なんだろう、最近さずっとパールベージュにしてる。どう、なんか慣れた？でもこれマジでマネージャーさんにこの間どっちがいいと思いますかっていつものとこれとって言ったら、え、あんま変わらないって言われた。なんか室内で見た時に、確かにこの室内で見ると分かんないかも。なんかそのしてインスタあげて、ありがとう。え、パールベージュにしよっかな。でもラストノートの衣装の時はやっぱ違うのがいいのかな、悩む。うん、よさげ。写真、あのフラッシュが一番違うかも、結構違うかも。やっぱ光でバンっていくから。よし、ちょっと光入るとほんと違う、結構違う、だいぶ。ちょっとインスタ選ぶ。とりあえず
昨日のチカムもあげて、お部屋の部屋のお話し会の部屋とかいい。ああでもお話し会の部屋はライトによるかも。リングライト、リングライトによりそう。結構それによって、なんかあとインスタが最近バグるんだけど、お願いだからさバグんないでほしい。なんかさめっちゃずっとバグってるんだよね。そうお願いだから、なんかなんでだろう、やだなー、あげてみる。どうだろう。大丈夫だった。いけた。あげれた。やった。もうこれでね。いけた気がするよ。これでこうして、たこれでいいかな。いけてる？目線外しいい感じ。これでできた、間に合った。これは間に合ったんじゃないか。よかった。もう危ない危ない、うんうん、けたけた、よっしゃよーし、これでけてる。後でコメントありがとうリリーちゃん。もう全部後でまとめても見るね、コメントもすべて全部。もうあの X もあれも全部、インスタも X じゃないね、はい、全部見たいと思います。うん、まとめて見る。メイクめっちゃいい、嬉しい、本当。え、なんかさこのメイクいい？やってく？今後も。やってみようかな。うん。今日めっちゃクリスマスっぽいんだよ、服装。ちょごめんね、なんか急に。結構、なんかほら、わかる？なんか。語彙力。え、色違い持ってる？え、なんか見た X で言ってたでしょ、全部見たんだからリサは全部見てるよ。そう今日は彼女感マシマシだと思う。これおしゃれななんかあのご飯屋さん行けるクリスマスっぽくない？ちょっと今日クリスマス、私の今日のテーマ
すごいもう終わるのに終わるのにすごい終わるのにごめんなさい本当に。今日のテーマ、クリスマスデートにぴったりみたいな感じ、ごめんなさい本当に、もう本当ごめんなさい、すべてがあれでテーマってもやめて。しかも見てごめんね、このね可愛いパニティバッグを持って今日はねお出かけした、してないしたんですよ言ってた、えでしょ、見てるよちゃんと、そう可愛いでしょ、おしゃれなご飯屋さんっぽいでしょ、思ってわかる、なんかお姉さんみたいな意識、全然違うけど、ごめんなさいけど、ごめんなさい、ごめんなさいけど、可愛いでしょ。だからこれで、だからこれを斜めこうやってして斜め書きにしたら可愛いんだよ、こうやって。いや本当ごめんね、なんか急に荒ぶってなんかしおくんいなくなっちゃったから夜景とか似合って似合いそう。人気だよね。でも聞いてほしい、あのね今日ねプレゼント届いたんだけどね、届いたんだけど、あのバニティバッグがね増えました、私のバニティバッグ、ごめん見えないよね、ガチ見えない、ほんとごめん、こうやってごめんね、こうやって持ったら見える、可愛くない、この格好絶対可愛いと思うんだけど、みんなも真似してみてね、ごめんね、なんか真似してみてねじゃないよね、ほんとごめん、ごめんなさい、真似してみてねじゃない、ごめんなさいごめんなさい、ふざけんなって感じですよね、連れて歩きたい、やばい、そう、そうね、そのあのバニティバッグは今度はジルのなんかここに美獣がついてる、多分今売ってるやつじゃない、あのやつだから、それと一緒にいっぱい持ち歩いてお出かけ行きたいと思います。優しい、天才って言ってくれてありがとう、絶対似合うやつ、すごい引きじゃないとね、引きの方が可愛いよと。でもね実は今日はね翔子とねちょっとだけイルミネーション行ったんだよ、だから写真撮ったんだよ、実はね、実はのね、これで私ちょっと頑張ってあの映えてきた一応、でも多分あの写真あげるのちょっとめちゃとかもあの人少ない、なんか少ないとこ行った、そう行ったんだよ、食事する写真忘れないように撮ったよ、でもマジあとかもなんかクリスマスあんま関係ないとこに行ったから、そう関係ないとこに行ったんだ、だからいつでもいい感じ、うん、です、ごめんなさい本当に荒ぶった、いろいろと、実はハニカミナーコちゃん、待って久しぶりじゃない、ハニカミナーコちゃん、ハニカミナーコちゃん、ちょっと待ってね、メモに、ハニカミナー今日の待ち合わせ場所に、やばいやばい時間ないらしい、待って無理かもね、ありがとうねみんな、ちょっと今日のあのさあれまた書くね、これ全部ちゃんと書くから、遊びに来てまたお願い、来てくれる大丈夫、体勢変だよね、ごめんなさい、荒ぶったから体勢変になっちゃった、さ大丈夫そうですか、様子は、皆さんいいクリスマスを過ごせましたでしょうか弱すぎる、翔子はいい子だね本当に
バタバタでごめんねっていう。ちゃんと餃子も渡しましたよ。ちなみに餃子渡しました。任務終了。そう、やばい、時間ない、時間ない。餃子お疲れだよ。餃子渡せてよかった。楽しいクリスマスをありがとう。こちらこそ。ちょっとじゃあ先にランキング読む。13位タカ、12位エクボのあや、11位ショーゴ、10位リョータ、9位お塩、8位チャルムグ、7位ザンマイちゃん、6位アンコロモチ、5位マミタ、4位ミオ、3位気配ミジンコ、2位ハニカミナコ、1位神明でした。ありがとうね、メモ入れたから全員。メリクリ本当終わったのにごめん、なんかメリクリとか言って終わってなかった、まだメリクリでした。本当にありがとうございました。今日はね、突然翔子も参加してくれて、突然のね現れだったからびっくりだったかもしれないんですけれども、一緒にね配信をしてくれて、たくさんの後押しもくれて、翔子にありがとうの気持ちでした。あとは本当に見てくださってありがとうございました。また配信改めてしたいと思います。ありがとうございました。またちょっとマジでタワーさんも書くから、メモに全部入れたから書くね。はい、ということで、じゃあコメントをこの後は見たいと思います。ありがとうございました。またね、おやすみ。